スノーマン向井康二、全額タダ、の謎テーマパークの真相迫る。スノーマンの向井康二が16日放送のカンテレフジテレビ系バラエティ番組、開け。パンドラの箱アンタッチャブルテレビ、毎週火曜夜9時にゲスト出演。京都にある謎テーマパークの真相に迫る。向井康二、アンタッチャブルテレビ、ゲスト出演。この番組は、パンドラの箱、すなわち世の中に溢れる、残念、危険、不思議、な事象に体当たりで取材を敢行、アンタッチャブルテレビ、という番組タイトルの通り、時には、触れてはいけない事象、にも切り込んでいく。入場料はもちろんアトラクションや食べ物までただ、これは京都のあるテーマパークについてのレビューだ。果たして、そんなことがあり得るのか？アンタッチャブルが真相を明らかにすべく向かったのは京丹波町。突如、車窓に現れた看板には、陽気ハッスルランド、というご機嫌な文字が躍る。